いや、さっきたまたま北青山のフランフラン付近歩いててんけど、その付近歩いてたらたまたまね、マクドナルドを見つけて、まあ、マクドナルドというか、まあ、関西の人はマクド、関東の人はマック、でも俺はマクナルって呼んでんねんけど、その幼少期からマクナルで、でマクナルのナルは漢字のナルやからね、成金のナル、そう。まあそれはもう頭の中で俺の脳内でイメージしてるだけで、別にそれはいいんですけど、つぶだてることではないんですけど、ほんだたまたまね、ハワイだよ全員集合っていう文字が見えて、ハワイだよ全員集合っていうのはひょうきん族の裏番組をもじったあれなんですけど、ハワイだよ全員集合っていう、そう。いつもね、そういうのね、見てもね、あ、やってんな、みたいな感じなんですけど、今日はちょっとなんか飛びついてみようかなと思って、もう夏やし、なんか普段はそういうね、そのマーケティング戦略に踊らされることはないんですけど、今日はちょっと踊ってみたいなと思って、踊りました。ということで、これね、トロピカルフルーツマックフィズ。マックフルートっていうね、上にアイス乗ってるやつもあんねんけど、俺ちょっとね、こっちの方がいいのよね。というのも、エッセンシャル思考というか、このね、二つね、乗ってるっていうのがあんまり僕好きじゃなくて、やっぱり欲望に対して、一途にいたいっていう、欲望を分散させたくないよね。だからそれは俺はもう、女性に対してもそうやし、結構そう、一途な、欲望に対してこう、一途というかね、その代わり強いけども、そんなんでね、あんまりそういうのは好きじゃなくてね、あるやん、他カツカリーとか、そういうなんかこう分散してるっていうのはね、まあなんか二頭みたいな、なんかね、じゃあちょっと一等エースみたいな。一等もエース。一等エースな。二等追うものは一等もエースみたいなやつ。飲みますね、ちょっと。すいません。いや、だいぶオアフやね。透き通ってるしね、これね。カエルアビーチぐらいね、透き通ってますけども。そう、俺が行ったな。ホノルルマラソン完走した後に行った。カエルアビーチぐらい透き通ってるな。いや、いいわ。で、これ、ザクギルポテト&ビーフ、ハラペーノマヨ。これなんか、いいね。デザイン。これ誰やろ？吉田ユニさんかな？ 鳥数なり要素もあるけどな。ね、ゆきさんとか、くるりさんとか、携わってる。うわ、いいやん。うわ、めっちゃこう、ね。もう一回ちょっと開けたいわ。このね、俺、開けんの好きやねんな。開けんの4割ぐらい楽しんで、で、食べんのも6割。俺、開けんのがもう、この感動、ドドーンってきた感じ。こういうの、ポジションはこんな感じでいつも、食べるんで。いただきます。こっちからいくね。いや、ベリーウマーバー。いや、美味しいね、この食感がザクザクっとしたのとしっとりした感じと、やっぱりこのレイヤーがうまいこと作用してるというか、いや、素晴らしいね。ほんまはここにサイミンあったら最高ですけど、本場やとね、サイミンあるんですけど、サイミンあったらもういいけど、十分。やっぱこのビーフが美味しいね。いや、これほんま、ビーフの愛のうままに、我がうままに、僕はビビだけを傷つけないよね。
愛のままにわがままに僕は美味だけを傷つけない。いやな、確実にしたよこれ。ほんまにうまいし、エアジうまんつエアジ坂東エイジゆで卵でした。ゆで卵先生、ちょっとお前さっきからお前の言ってることは、俺半信半信やから、 あんまりって言ってましたけど、半信半信ってめちゃめちゃ信じてますよ。全部信じてるんで、ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。